はい、皆さんこんにちは、ひさです。今日はファイヤーについてお話をしたいと思います。15年以上株式投資してるんですけども、最近ファイヤーっていう言葉を知りまして、ファイヤーしたいなって思ってる一人のうちではあるんですけども、今日はね、そのファイヤーについていろいろ話をしていきたいと思います。ファイヤーってね、5種類あるらしくて、コーストファイヤー、バリスタファイヤー、サイドファイヤー、リーンファイヤー、ファットファイヤーっていうのがあるんですけども、これをね一つ一つ解説していこうと思うんですけども、まあ、そもそもねファイヤーとは何かっていうことなんですけども、ファイヤーとはですね、ファイナンシャルインデペンデンスリタイアアーリーっていう意味らしいんですって。資産運用による不労所得を指します。 4% ルールにのっとり、元本を 4% で運用して、元本を減らさず運用して得られる収入で生活をする、これ 4% ルールっていうみたいなんですけども、これってね、年間の支出の 25% を用意する必要があるっていうことで、まあ、例えばですね、1年間の支出が300万円とするじゃないですか。そのね25倍、これ25年間分なんですけども、それを用意しなければいけないということは、300万円の25倍ということは7500万円が必要、7500万円の 4% は300万円となる計算となります。ファイヤーの種類なんですけども、一つ一つ説明していきたいと思います。1番ね、コーストファイヤー、これ5000万円から1億円必要ということで、リタイアするまでフルタイムで働いて5000万円から1億円をリタイアした時点で、それを自分の生活の収入源として運用していくというのがコーストファイヤーっていうらしいです。次、2番目、バリスタファイヤー、これ4000万から6000万必要、資産の半分の生活費を 4% で賄う、まあその通りなんですけども、例えば年間500万絶対使うとするじゃないですか。250万は自分で稼いで、残りの250万はこの 4% で運用する、これは簡単に計算できると思うんです。はい、次いきます。サイドファイヤー、これ2000万から5000万必要らしいです。これ生活資金は資産で運用し、旅費や趣味は副業で賄う。へーって感じですけどね。次、4番目、リーンファイヤー、質素な暮らしによって日々の生活費を 4% で賄う。2000万からファイヤーできるって感じなんですけども、だから2000万の 4% かなりファイヤーとしてはこれは厳しい生活になるんじゃないかなって思ったりします。はい、5番目、ファットファイヤー、これ優雅な生活を満喫する、5億円から、まあ、5億円から言ったら5億円の 4% 2000万じゃないですか。で、税金を引かれて1500万ぐらい残るっていうイメージで、1500万円あったら優雅な生活はできるかなって思ったりするんですけども、月だいたい100万以上使えるわけじゃないですか。まあ、なかなかね、100万以上使う人っていうのも少ないかなって思ったりするんですけども、まあその中でも、まあ、例えば車買ったり、まあ、いろいろ旅行行ったりしたら結構な出費があると思うんですけども、毎月100万使うっていう計算ではなくて、まあ月50万使ったとして、残りの金額をね、その車とか旅行の金額に当てたいだけの話で、何に使うかの割合の話になってくるんで、まあ1500万あったら確かに優雅な生活はできるかなって思ったりします。ということで、今回はファイヤーっていうことでお話をしたんですけども、まあいろんなファイヤーがあるっていう感じで、2000万からファイヤーできるって記載されてあるんですけども、2000万でファイヤーってちょっとなんか私的には無理があるんじゃないかって思ったりします。2000万ぐらいでしたらちょっとみんな頑張ったらね、普通に貯めれそうな金額ではあるんですけども、2000万でガチファイヤーは本当にね、厳しいかなって思ったりするんで、普通に考えたらコーストファイヤー、リタイアするまでフルで働いて、そこからちょっとねゆとりのある生活をしたいんで、年金プラスファイヤーした金額、これで運用していくのが一番理想的で現実ではないかなって思ったりするんですけども、はい、ということで今日はね、ファイヤーの種類についてお話ししたいんですけども、次回は実際狙っていけるファイヤーということで、これを検証していきたいと思います。はい、ということでね、ワロクチャンネル、いろんなことをアップしていきますんで、皆さんよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでした。